こんにちは、花レモンさん、アンチコメントについてね、動画の方をいただきました。私もこれにね、ちょっと付け加えていこうかと思います。まずね、普通に働けよっていう言葉がありますけども、いや昔日本人の 99.9% は農家をしていたんですよね。いわゆるこれが普通の働き方というやつでした。で、一部の人が、小作人から年貢を取ったりとかね、それから幕府が徴収したりっていう形がありまして、年貢の納め時っていう言葉がありましたけどもね、やっぱり年に1回年貢を納める時に全然自分の畑の収穫物が足りなくて、自分たちが作ったお米を自分たちが食べなくてもそれでも年貢が足りないので、娘を質に入れたみたいなね、そんな悲しい話がありました。そして戦国時代、武士の時代が来ましたね。といっても大部分は農民に支えられていたんですけども、武士階級の人もいわゆるその世界にいる人は普通の働き方だったのかもしれません。戦争のない時はね、刀を磨いたりとか稽古に精を出したり、それでもやっぱり自分の雇われている幕府とか、それから藩からね、給料が出ていったということでございます。で、いざ戦争になったら全てを金繰り捨てて戦場に行かなければならないという、これが普通の暮らし方でしたね。で、昭和の時代に入ってサラリーマンというのが普通の働き方でした。サラリーマン以外ははみ出し者というふうに呼ばれていたんですよね。自営業をする方は特別なその人生を歩む、それから財閥の息子とかね、御曹司みたいな言葉もその頃に生まれました。何が普通だったのか結構入り乱れたんですけども、きっと四大を出て学歴を積んでサラリーマンになって、で定年退職するっていうのが普通の働き方、普通の生き方だったんでしょうね。女性に言わしてみれば普通の働き方っていうのは専業主婦だったのかもしれません。そして素敵な旦那さんを捕まえるために20歳ぐらいから3年5年ぐらい、25歳になるまでに職場で恋愛結婚寿退社をするために腰掛けで働きに行くっていうのがね、日本のスタンダード、普通の働き方だったんでしょうね。で、西洋文化なりインターネットが入ってきて、今普通の働き方っていうのはほとんどウェブです。実はね、通販のサービスを作ったり、アフィリエイト広告の仕組みを作ったり、 A8 ネットかポイントサイトみたいなね、ウェブの仕組みを作っていく。そしてそれに付随する配送業、運送業、全部普通の仕事です。ですので普通の仕事ってまさに YouTube を動画アップロードすることが普通の仕事なんですよ。私たちの動画には広告がついてます。その広告によってこういったなんか通販が動いてるわけですよね。で、トラックドライバーの方の給料もそこから言ってみればお互い様なんですけどね、出されているってことになります。ですから普通の仕事ってまさにもう時代とともに移ってきてですね、今私たちがやってるのが普通の仕事、小学生が将来になりたい職業のトップ3に必ず YouTuber が入るぐらい、インターネット関連の仕事を多くの方がしようとしてるんですよね。ですので堂々と私たちも普通の仕事、風俗関係も普通の仕事、農家も普通の仕事、犯罪以外は全部普通の仕事かなと思います。私たちって犯罪者ですかね。というふうにリズメでいくとね、私たちはどうしても勝ってしまうんですよ。そして情報発信者ですから、いろんなことを発信するのに長けていますから、私たちがね、アンチなコメント、要するにキーワードの使い方が、アンチのコメントってのはすごく下手なんですよね。そういう人たちに負けるわけがないなっていうところが根底にありますね。で、アンチってね、結構ね面白いんですよね、アンチのコメントっていうのはユニークであってね。で、 YouTube にコメント書くってことは YouTube チャンネル作っていて、少なくとも Gmail アカウント持ってるのに、アンチのコメント一生懸命書くためにね、それを使ってるのかなと思うと、いささかもったいないなと思います。でも私が思うのはね、アンチなコメントがあっても何もしないよりは随分マシだと思います。みんなの銀行ってアプリを動画で紹介すると、私の紹介コードを使ってくださいっていうふうにコメント欄に書く人いるでしょ。で、私せこいっていう考え方もあるんですけども、いや、そのぐらいやんないと金稼げないよと。だから、こういうふうなこと、こういうね、小ずるいことを恥ずかしげもなくするぐらいじゃないと金は稼げないっていうふうに、私はね、半分称賛してるんですよ。おう、やれやれみたいな感じですよね。でも、このみんなの銀行のキャンペーン終わったら、あなたは何をするんですかと思っちゃいますよね。私たちは、他のネタに変えて、また発信すればいいんですけども、こうやってね、小判山みたいな成功率のすごい低い、私の紹介コード使ってくださいみたいなのをね、もう誰から見ても反感ですよ、こんなの。誰がこんな紹介コード使うかと思いますよね、逆に。でもやり続けてるってことで、稼ぎに対しては純粋なんだろうなと思います。やらないよりは随分マシだというふうに思うんですよね。で、
最近ねアンチのコメントやり取りの中でこれは面白いなっていうのがあったんですけども、それはねメンタリスト DAIGO さんのその動画について、メンタリスト DAIGO さん の, あの出身校の学校がですねアンチコメントを書いてきて削除せよみたいなことを言ってきてるのが、昨日もリマインダーで22時半ぐらいから始まったのが面白かったんですけどね、やっぱりねあのまあ、いろんな言い方ありますけども、その中で DAIGO さんの言葉の中ですごくこれはそうだなと思ったのが、あの影響力が出てきた人が不用意な発言をするとやっぱりねいろんな問題があるから控えた方がいいですよっていうふうにもっともらしく言う人がいるんですよ。やっぱりねその DAIGO さんの母校からもそういうメッセージが送られてきたらしいんで、 DAIGO さんはこういうふうにあの私たちに教えてくれたんですよ。それはですね、いや DAIGO さんの言葉ですよ、私は今たまたまこうやって影響力が出るようになったから、だから発言をね気をつけないといけないってのは分かるんだけども、逆に待てよと思うんですよ。影響力のない人がいろんなことを言ってもあなたたち揉み消すでしょ、無視するでしょ、それはどうなのっていうふうに言われてましたね。だから私は影響力がある人がどうこうっていうのはものすごいね汚い方便だなと思います。だって私たちは自分の主張を聞いてほしくて影響力をつけるためにあの手この手で上り詰めていくわけですよ。で影響力が出てきた時には言うなっていうわけでしょ。じゃあなんか自分の思いを自分の悔しさとかね理不尽を発言するチャンスってないんですよ人類に。でそんなふざけるなって話ですよね。だからこれが権力者その母校の学校の言い分なんですよね。私だから基本的にその教育制度ってのはもう古すぎて終わってると思います。まさに普通の仕事ではないのが教育制度、もう支配の原理ですよこれは、学校っていうのは。だからね意味嫌うもんなんですよ。でそこで教員とか教師まで私は嫌ってるわけじゃないです。教員や教師っていうのはある意味ね犠牲者です。だってやることが決められていて自分流の発信とかができないわけですよ。で自己正当化がものすごく植え付けられるんですよね。自分たちには権力があって教える側であって偉いんだっていうふうに本当に思ってるんですよね。そう最初は思わなかった先生すら思っちゃうんですよ。で本当に生徒の側に立つ人とか国民市民の側に立つ人ってのはものすごく一部です。背負う人は出世しません。中堅以下で終わりです。だから生徒や国民を支配して、そしてある意味ねいじめ問題隠蔽みたいに切り捨てる人間がどんどん出世する嫌な世の中ですよ。日教祖ね滅んでしまえと思いますね私はね。私はここでねそういった教育機関とか日教祖こういったものにまさにねまっすぐアンチというふうな発言をどんどんさせていただきます。まあ特にちょっと関係ないんですけども、中国のウイグルジェノサイド問題でなんか公明党だけがねそれを容認するということで非難決議が出せなかったというね、公明党何なんだよと思いますね。ちょっとまたこれは別の話ですけどね。そしてねアンチコメントの中で嘘の情報を流すなっていう方がいらっしゃいますよね。情報が嘘なのかどうなのかっていうのはそれは受け取った人が決めます、ね、UFO がいるぞって言った動画はたくさんありますけども、これどうですかね。嘘という方もいれば本当っていう方もいます。トランプ大統領が次の大統領選で勝利する、もしくはトランプ大統領が世界を統一しようとしているデープステートの顕在化だっていう方がいますけども、これが嘘だという方もいれば本当だっていう方もいます。自由ですよね、うん、で情報発信者が間違ったことを言うこともあります。なぜなら情報ってのは残り続けるんですよ。だから1年前は本当だったんだけども今は考えが変わってきた、世界の情勢が変わってきたってことはありますよね。だから過去の動画を上げつらってね嘘を言うなって言ってもね困ったもんなんですよで私ね1年半ぐらい前にそのナイトライダーの動画を上げてるんですけども、ファンベルトがちょっと傷んでいて音がねキルキルしてるんですよ。1年半前ですよ。で今車検出してるんですけども、当然その後整備してファンベルトは直して音が鳴らないようになってるんですよ。で特に今ね車検に出してますからもっといい状態になると思います。でそういうのがあるのにもう時間も経ってるのに1年半の前の動画に対してですね、まあこんな音をさして整備ちゃんとしろよとかね、お前こんな車乗る資格ねえよみたいな書いてますけども、いや1年半前の動画だぜみたいなねだからねトンチンカンなんですよアンチな人ってのは、あのコメント書く人ってのは。でもねやらないよりはいいと思います。そういうことでも少なくともこの動画発信者に対しては露出が成功してるから発信力1なんですよ、影響力1なんですよ。だからどんどんやってほしいと思います。やらないよりは全然いいなと思いますね。はい、そしてね結局有料かよっていう方がいらっしゃるじゃないですか。当たり前だと、ビジネスやってるんだというふうに堂々と言ってください。ビジネスマンなんでね。で私は隠居なんで別に有料のものがなくたっていいわけなんですよ。まあでもねほとんどの方は YouTube 活動を
儲かるから参入してるんですよ。普通の仕事として参入してるんですよ。だからトンチンカンですよね。結局有料なんですかっていうふうな、そういう人はまあ相手にしなくていいと思うんですけども、じゃあね、こういうふうに考えてみてください。 YouTube の発信っていうのは無料の発信がほとんどです。有料のものは一部です。でもいわゆるそのアンチの方が言われる普通の仕事を見てください。コンビニにしてもね、サラリーマンにしてもね、1ヶ月20万円ぐらいで働くでしょ。でもサービス残業っていうのはついてもあるじゃないですか。結局無料かよって言わされますよ、もうしたらねだからね、なんかね、その判断の基準ってのはみんな違うんでね、滑稽だなと思いますよね。だから判断の基準が違う人にお前は間違ってるっていうわけですから、平行線ですよね、ずっとね。まあこの辺はね、令和たけちゃんの動画を見てもいろいろ思うんですけどね、楽しいなと思います。はい、ということでね、普通の仕事ってまあいろいろあるんですよ、ね、誰か一人の思う普通の仕事が全員が思う普通の仕事ではないってことなんですよね。いや、あのね、私ね、麻雀荘やってましたけど、麻雀ってよね、あれ普通の仕事ですかね麻雀っすよ、娯楽ですよ。なんであそこでね、うん、なんかこう金払わないといけないのみたいなね、場所代がかかってくるのみたいなことを言うかもしれないですよね。家でやればいいじゃんみたいなね。飲食店ね、卵焼き380円、高えとか思うでしょ。普通の仕事かよ、ぼったくりか思うでしょ。卵なんて買ってみれば1パック200円ぐらいじゃないですか。卵焼き380円ね、ぼったくりだと言わないでしょ。だから普通の仕事っていうふうに思えないんだったら来なければいいってことですよね。で、最後にね、私こういうふうに思うんですよ。 YouTube の中にはいろんな動画がありますけども、過去の犯罪をものすごくね集めたチャンネルもありますよね。例えば私が高校生の時にあったのが、あの女子高生コンクリート詰め事件なんてあったわけですよ。今でもね、すごい衝撃的だなと思いますよね、うん、女の子を監禁してね、でコンクリート詰めにしてその辺に放置しちゃったと。でそこで逮捕された少年たちが今も社会復帰して出てきて、また新たな犯罪を犯しているというね、この恐怖、これを動画にまとめてるんですけども、これがねまたね再生数伸びてるんですよ。ファンが多いんですよ。なんでなんですかね。これ見て楽しい気持ちとか嬉しい気持ちになる人っていないはずなのに、なんかね、人を励ましたり人を勇気づけたりする動画よりも人気なんですよ。これは何なんでしょうかね。そういった動画に対してアンチの方はどういうふうに考えてるんですかね。花嶺さんはどう思われます。それでは本日は以上です。